聖夜、次の巨漢級は俺に任せる。お前はまっすぐ次の四死球へ進め。何？氷河のコスモが消滅する寸前、この先の球で大きく弾けるの聖夜を感じたはずだ。この先のいずれかの球で氷河が危機に陥ったのは間違いない。一刻も早く救ってやらなければ。分かったぜシリア。どうだ。彼らはここで死ぬんだ。なんと寂しい増兵たちだ。これでもサンクチュアリを守る兵なのか。やられた。聞いてないぞ。こんなに強いなんて。逃げてるんじゃねえからな。セイヤ、シュン。ああ、シリュウもシュンのコスモが弱まっていくのを感じたか。同時級で何かあったに違いない。氷河に続き、シュンまでも。シリュウ、ここはシュンを信じるまでだ。あいつだ、きっと大丈夫さ。あ、なんて速い剣なんだ。見えない。 この程度の実力ではこの先には進めんさ。セイヤ、日時計はどうなっている？ジェミニからキャンサーに移っている。ということは残りたった9時間しかない。シリュウ、まだ9時間あるって考えるんだ。たった9時間しかないって考えたら
焦りと絶望感にとらわれ、やれることさえやれなくなってしまうんじゃないか。セイントになって、いくつもの死にそうなシーンを乗り越えて、俺は気がついた。どんな時もまだなんとかなるって考えれば、必ずセイントに希望の光明が見出せるってね。だからまだ9時間あるのさ。そうだ、まだ9時間は。だけど急がなくっちゃな。シリュウ、先に進もう。あ、超時級までの道とは違い、陰気臭い道だな。コスモという、何か死の匂いだ。一体どんな戦後が巨階級を守護しているって言うんだ。コスモ、デスマスク。デスマスク。俺がサンクチュアリに飛び立ったら、ロースと俺に剣を向けた戦後、その時はムーが現れて俺たちを助けてくれた。ムーは今沙織さんを守ってくれている。今回ばかりは俺たちで切り抜けるしかない。ああ、分かっているぞ、セイ。シリュウ、さっさと巨階級に行こうぜ。どうも見ている。待て、お前たち。お前は